ニティヘルス、スポーツパーク。トヨタスポーツパフォーマンスセンター、ラスベガスの T モバイルアリーナ、ニューヨークのプレイステーションシアター、12年後臨会場となったロンドンのザオツー、ドイツではメルセデス・ベンツアリーナ、バークレイ・カードアリーナ、パリのベルシーアリーナ、中国のメルセデス・ベンツアリーナなどを所有するグローバル企業である。かつてはチャンピオンズ・オン・アイスも所有。 開催していた。アイグの運営事業部としては、カンザスシティの T モバイルセンター、ミネアポリスのターゲットセンター、ラスベガスのコロシアム、オークランドのオークランドアリーナ、オークランドアレーナ、サンディエゴのペチャンガアリーナ、ヒューストンのベベビエスタジアム、グランドプレーリーのザシアターアットグランドプレーリーを運営している。 アイグの主要市会社であるアイグファシリティーズは2019年10月にライバルの会場運営会社 SMG と合併し ASM グローバルを設立 ASM グローバルは5大陸にまたがる世界最大の会場管理サービス会社となりアリーナ、スタジアム、コンベンションセンター、展示場、舞台芸術会場など300以上の会場のポートフォリオを有している 他の子会社として、コンセールウエスト、コーチェラフェスティバルの運営会社のゴールデンボイスをはじめとしたフェスプロモーターがあり、オフィスは全世界に15カ所あり、グループ会社も含め従業員は全世界に2万6千人いる。アイグは2011年、チケット販売大手のチケットマスターと競争するため、シルクズ・ソレイユ、アウトボックステクノロジー、 元チケットマスターの CEO のフレッド・ローゼンと共同でライブコンサートや音楽フェス、スポーツなどで幅広く導入されるオンラインチケット販売プラットフォーム開発会社アクセス、アクセスを設立した。その後、アクセスの株式100%を取得し、アイグのグループ参加に加えた。アクセスはチケット販売ではチケットマスターに次ぐ全米第2位の企業でアイグが 保有、運営するスタジアムアリーナスポーツチームに自社開発したプラットフォームの展開をし、チケット販売も行うことでエコシステムを構築している。また、アクセスは子会社であるカーボンハウス社に CMS 統合型ウェブサイトを開発をさせることで自社のバックエンドシステムとのシームレスなウェブアプリケーションを提供している。アイグは 2027年秋オープンを目指している大阪府水田市の万博記念公園に計画している大規模アリーナ建設について建設から運営までを担うグループ事業者として三菱商事都市開発と関連不動産開発と共に選定された大阪府は新たな賑わいの拠点を作ろうと大阪モノレールの万博記念公園駅の南側の土地に 大規模アリーナを整備する計画で、アリーナを中心に、商業施設やホテル、オフィスビル、それに共同住宅などを整備する。アリーナは、延べ床面積69,550平方メートル、最大収容人数が1万8,000人と、西日本最大級で、アイグが関わることで、フィギュアスケートの世界選手権や、NBA イコールアメリカの公式戦など、 国際的なスポーツ大会の誘致が可能な施設になると期待されている。アイグは2025年夏オープンを目指している愛知県新体育館整備運営当事業について落札者である前田建設工業 NTT ドコモを代表とするコンソーシアム愛知スマートアレーナグループの一企業として選定された。総延床面積は4万3000平方メートル。 外算事業費は約300億円を想定し、最大1万5000人の観客を収容できる施設となる。アイグはツアーやライブを運営するブランドのアイグプレゼンツが2021年3月、日本のエイベックスエンタテインメント株式会社とパートナーシップを締結し、共同事業エジェックスをスタートすると発表した。エイベックスとアイグは、 それぞれの強みを生かし、アーティストの育成とライブエンターテインメントにおいて、国際的な機会を創出していくとしている。子会社のアクセスは2018年に、Abex クスライブクリエイティブとヤフー株式会社が合同設立したオンラインチケット販売サービス会社のパスレイボ、株式会社に出資し、 パートナー契約を締結し日本進出も果たし、ヤフーチケットのチケット販売技術の開発支援を行っている。ありがとうございます。